練習の3回目出せるとこもあったね。どこと誰と横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ野村だ。野村降板、右の菊池、これが14試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。打った、ファールボール。カープ内野陣はゲッツー体勢。投げた、打ちました、引っ掛けた。ピレラ掴んだ、一塁送球アウト。ワンアウトランナーに。だね、おー、試合の流れを左右するターニングポイント。こいこい。第9球ラインドライブだ。ライト前進してくる、取りました。これで3アウト。リプレイをご覧ください。チャンスをものにできません、うん、ベイスターズ、ここで勝ち越しというわけにはいきませんでした。いきません。ベイスターズ惜しくも逆転ならず。こん、何この音楽。変な芝だと横浜スベイスターズ、追う展開で迎える6回です。バッターは渡部。投げた、ボール、うん、第2球投げた、これはバットの根元だ。ショートバウンド、一塁送球。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ベイスターズ結局続き降板。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは渡部。初球から打ってきた。センターへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ1点。おかしいな、ダメだな。人出ないな。おお、こっからだね。こっからだね。オセラ。オセラ。横浜スタジアムです。ベイスターズ、追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で渡部。第2球いいハイ、空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました。初ヒットだ。ヒットになります。ボールは中継、渡部、いいバッティ。ベイスターズ、追う展開で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で渡部。第2球投げた、危ない球、危ない。第3球を投げました、打ちました。相澤、余裕があります。余裕。ハードグラウンドで取りました。いいです、まずい人です。少
コット降板。マウンド上は中田、今日4番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。おー、ラインドライブ。第2球投げました。バッターの足元。第3球を投げました。打ちました。ラインドライブで抜けた。抜けた。渡辺ナイスバッティングです。ベイスターズ悔しい敗戦です。さて、一塁という場面で渡辺。第2球投げました。2球目ストライク。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体勢。投げました。渾身のストライクを見逃す三振。意地悪だな。ベイスターズここはなんとか追いつきたい。ツーアウト満塁という場面で渡辺。初球空振り。少し迷ったか。1球目空振りから第2球見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を打った。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして、4分かってるよ。ベイスターズ2点。で迎える6回です。バッター渡部投げた。初球出てた。センター交代。ダイレクトフェンスに当たった。渡部いいバッティングを見せました。さあジャイアンツ、ここはマントに警戒します。巨人の沢村。第2球投げた。直球ストライク。伸びのあるストレート。第3球を投げた。打ちました。ライナー、二塁ランナー三塁へ。渡部ナイスバッティングです。ベイスターズ、ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。上げたい。先ほどヒットを放っている渡部。スタンドからは必死の声援が続いています。第2球投げた。縦のスライダー空振り。少し意識しすぎたか。第3球を投げた。インロー際どい球、ボール。第4球を投げました。外れた、ボール。第5球投げました。5球目空振り。なんとか意地を見せてほしいところです。さあ6球目。打ちました。1、2塁間のゴロ。破った。動かないね。渡部いいバッティング。ベイスターズ敗れました。悔しくない。一塁二塁という場面で渡部。低めに送ってストライク。投球これから2球目。アウトコース高め。ストレートは外れてボール。投球はこれから3球目。打ちました。当たり損ない。
北村ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球、アウト。ベイスターズ、ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で渡部、第2球投げました。外もアウトローへストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。はい、投げました、打った、三遊間ライナー破っていった。渡部ナイスバッティングです。ベイスターズ3位差で敗れました。はい、さて本日のヒーローは大城。マスカットスタジアムです。阪神タイガース対横浜 DeNA。そんなスタジアム。ああ、名前がね。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナー一塁という場面で渡部打ちました。初球打ち。レフト下がった。ワンバウンドヒットになった。できます。レフトからセカンドへ。できます。渡部ツーベースヒット。ベイスターズ逆転のチャンスを迎えます。先ほどのプレーです。かっこいい。同点で迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で渡部、ストレートはボール、岩崎第2球投げました、打った、ボール。何今、第3球は打ちました、ファール。次は4球目、投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、一塁ランナー二塁を回った、ライトバックホーム。渡部いいバッティングを見せました。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ベイスターズ敗れました。阪神甲子園球場です。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で渡部、初球を打ちました、一二塁間ライナー破っていった、二塁セーフ。渡部ナイスバッティングです。ベイスターズ同点のチャンスを。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。先ほどヒットを放っている渡部、初球を打った、一塁へ送る、ここはうまい守備に阻まれました。ベイスターズ1点差に届かずに敗れました。無理無理無理。阪神甲子園。ベイスターズリードで迎える6回です、はい、バッターは渡部。第9球チェンジアップ見送ってストライク。チェンジアップ。さあ次の投球、打った、北条
下がっていった、踏みました、これでワンアウトランナーはありません。取れないよ今度は。同点で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で渡部打ちました。ヒットエンドランバントシフトの間アウト、ベイスターズ勝ち越した。同点で迎える10回です。ノーアウトランナー1塁という場面で渡部、今日はショートフライとショートゴロ。第2球投げた、流し打ち抜けた、ボールは中継、渡部いいバッティングを見せました。初安打、さあリプレイです。さよならなくベイスターズ悔しい敗戦です。さて本日横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ。さあ、この試合の分岐点となりそうです。ドラゴンズ、ここはバントに警戒します。バントしない。初球から打った。ライト前ヒット。ライトバックホーム。渡部、ナイスバッティングです。はい、ベイスターズ、なおもチャンスが続きます。同点で迎える10回です。さよならホームランだ。バタベ投げた、打ちました、ファールボール。さあ次の投球、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、センターアタックしていった、これがヒットになります。センターからセカンドへ、バタベツーベースヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。では改めてニックネームをご覧いただきたいと思います。何その音楽。お、おお、マークされだしたから楽しいよね。横浜スタジアム、三つ間降板、右の祖父江、これが19試合目の登板。今日は配球にも注目したいと思います。多いな。投げた、打ちました、初球打ち、これはショート正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ1点差で逃げ、たまにはあるよ。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ。ベイスターズ追う展開で迎える7回です。バッター渡部。おお、疲れてる、ね。第1球投げました。見送ってストライク。おお、無理。1球目ストライクから第2球ボール。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました、打った、切れていきます、ファール。第5球投げました、打ちました、ボールはライナーで、シュートでヒット、打球が転がっている、大島渡部いいバッティング。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で渡部投げました、ボール。投球これから2球目、打ちました、あっと引っ掛けた、強打取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。
8回の裏が終わりまして、ベイスターズ、すいません、おー、なに、そう、そう、頑張ろう、よしよ、あんた製造機になろう、再開、はーい、8番チャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で渡部、石川さん、さあ次の投球、スローカーブ空振り、第3球を投げた、スライダーボール、アウトコース低め、投げたボール、初打点、第5球投げたボール、第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振、リプレイをご覧ください。ベイスターズと5回の表1点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、トップバッターは渡部、今日の第1打席は初球を打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。ベイスターズ勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で渡部、初球を打った、キャッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。ベイスターズと、ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で渡部、投げた、よいしょ、打った、初球打ち、センターへ持っていった、センター下がった、ワンバウンドヒットになる、打ってバッター一気に二塁へ向かう、渡部いいバッティングを見せました、今日初めてのヒット、ベイスターズリードで迎える9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で渡部、はい、真ん中にストライク、さあ次の投球、打ちました、フラフラッと上がった、取ってこれで3アウトチェンジ、9回の表がベイスターズ1点差です、うん、外2軍でね、力を磨いてた、打たなきゃスタメンから外されるんだね。明治神ベイスターズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で渡部、初球から打ってった、フラフラッと上がった、セカンド落下点、取りました、これで2アウト、ランナーありません。同点で迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で渡部、打ちました、初球打ち、これはショート真正面、ショートから一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。五十嵐、来た来た、同点で迎える10回です。ワンアウトランナー一塁という場面で渡部、今日はセカンドフライ、盗塁成功、奇跡で今シーズン初、第2球投げた、打ちました、バックネットの前でボールを掴みました、痛恨のサヨナラ、痛恨ダメだね、今回はこれで